ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。こんにちは、アポロです。今日はですね、実績がない時の考え方についてお話していきたいと思います。この実績という問題はですね、ビジネス始めたての人は必ずぶち当たる問題かなと思います。まあ最初はですね、実績がみんなゼロの状態からスタートするので、実績がないから、仕事が取れないとかね、で仕事が取れないから実績が作れないという、まあこの負のスパイラルにですね陥ってしまうわけですけど、そこでですね、もし自分がそういう状況に今ですね悩まされているのであれば、ちょっとですね視点を変えてみてほしいんですね。この実績っていうふうに言ってるわけですけど、そもそもですね、なんで実績がいるのかってことを考えてみてほしいんですよ。この実績って何のためにですね必要なのかっていうと、まあ、一言で言うとですね、信用を得るためなんですよね。私はこれだけの実績がありますと、だから信用してくださいっていうふうに言うために、この実績が必要になるわけですね。だから信用してもらえればいいわけですよ。逆に言うと実績だけじゃないじゃないですか、信用を得る方法って。だから別に信用してもらうことさえできれば実績なんかなくてもいいわけですよ。だからそこでちょっと視点を変える必要があるわけですね。実績を作ろうとすると、やっぱり実績ってそんなに簡単にできるもんじゃないし、まあ時間がかかるんですよね、すごく。なんで、なかなかねこう先に進まないっていうふうになるんで、ちょっとまあ考え方を変えて、信用を得る方法をね、実績以外で考えるってことがすごく大事かなと思います。でこの実績ができれば、例えば仕事が取れるとかっていうふうに思う人って多いと思うんですけど、必ずしもそういうわけではないんですよね。例えば僕なんかの場合ですね、まあ、よくいるじゃないですか、ネット上で、月収100万稼ぎましたとかね、年収1000万突破しましたみたいなことを言ってる人っていっぱいいると思うんですよ。でこれが私の実績ですみたいな感じで、なんかこうキャプチャ画像を貼ってたりとかすると思うんですけど、じゃあ僕がですねそういう人たちを信用してるかっていうと、全く信用してないんですよね。なぜなら、そういう実績とかっていうのはいくらでも加工できるし、インチキできるわけですよ。で、よく、まあ、例えば、セールスページとかでお客様の声とかっていうふうに言ったりしてるわけですけど、まあ、ああいうのもいくらでも偽造しようと思えばできるわけですよね。まあ、その、完全に、なんていうんですか、自分で、お客様の声までもですね、自分で書いたりする人もいますしね。一回びっくりしたのが、なんか、その人、商品を売ってる人とお客さんがですね、全く同じフレーズを使ってるんですよね。激ヤバとか言ってね、激ヤバなんか普通の人言わないのにね、その、売ってる人も激ヤバっていうし、お客さんも激ヤバって言ってるってことは、もうちょっとこれは多分自分で書いたんだろうなみたいなのが分かるわけですよ。でもし自分で書いてなかったとしてもですね、例えば、お客さんにお金を払ってね、お客さんの声を出してもらうとかっていう人もいるわけですよ。そういうの知り合いに頼んだりとかね。だからいくらでもそういうお客様の声とかっても偽造できるわけですよ。だから僕はもう全く信用してないというか、まあ例えばテレビショッピングとかでもそうだと思うんですね。なんかこう利用者の声みたいなのってあると思うんですけど、じゃああれ本当にどこまで信用していいのかっていうと、まあちょっと怪しいと思うんですね。だってまあ売りたいんだから、自分たちの商品にとって都合の悪いことは当然放送しないわけですよ。でまあああいう人たちもおそらくなんかこう実際に使った人ではなくて、まあお金を払ってね、例えば俳優さんとかね、そういう人たちにお願いしてる可能性もないとは言えないじゃないですか。まあテレビなんでね、しっかりやってるとは思うんですけど、まあいずれにしても彼らが準備した桜に近い存在というかね、都合のいい声だけを言ってくれる人を採用して放送してるだけに過ぎないので、じゃああれで信用するかと僕で言うならば全く信用してないんですよね。でどういうとこを見て信用してるのかっていうと、例えばその人の人柄とか、あるいは一番はですね、やっぱ情報発信の内容ですよね。情報発信の内容を聞いてると、この人が本物なのか偽物なのかって分かるんですよ。で逆にその人が全くね無名とかあんまり知名度がなかったとしてもですね、情報発信が
すごく本質をねついてるようなことを言ってる人は、あ、この人は本物だなって一発でわかるんですよ。だそういう人は僕は信頼するんですね。あ、この人はちゃんとわかってるなみたいな感じになるから信用するわけです。だから逆にですね、その信用を得る方法って一つじゃないし、実績はあくまでもその中の手段の一つに過ぎないので、あんまりこう実績っていうふうに考えちゃうと全然こうね、ビジネスが拡大していかないっていうふうになるんで、まあ、発想を変えて、じゃあ自分がどういう時に他の人を信用するのかってことをですね考えてみるといいと思います。僕の場合は、まあ、相手の人柄、人間性とか、あるいは情報発信の内容、どっちかというと情報発信の内容の方が大きいですけどね。そういうすごく薄っぺらい表面的なねテクニックノウハウとか、今これが稼げるみたいなね、中身のない情報発信をしている人は全く信用してないですし、逆にすごく本質的で確信をついたようなことを言ってる人は、自分が全く知らない人でも、あ、この人は本物だなっていうのが分かるわけです。だからそういった感じで、まあ、自分を普段から観察してもらってね、まあ、あのビジネスだけじゃなくて日常の例えば友達との関係でもね、どういう時に自分はその友達を信用したのかとかね、知り合いを信用したのかとか、そういうことを考えてると、あ、こういうふうにすれば人間っていうのはね他人を信用するんだってのは分かると思うんですよ。だからそれが分かればですね、じゃあその方法で、例えばネット上で情報発信をしていけばいいとかねっていうのがあるわけですよ。ザイオンス効果なんかもそうですよね。接触頻度が上がれば上がるほど相手のことを信用しやすくなるじゃないですか、全く知らない人とかね、うん、僕が他のエピソードでもお話したことがあると思うんですけど、露出を増やすってもそうだと思うんですね。露出が少なければ少ないほど怪しさが増えてくるわけですよ。なんかこの人怪しいなみたいな。でも露出が増えれば増えるほど、あ、この人ちゃんとやってんだなとかっていうのが分かるから、それも、信用の得る方法の一つですよね。ですごく真面目にコツコツやってる感じが相手に伝われば、あ、この人は他人を騙すような人じゃないなとかっていうのがあるわけだし、まあ、もちろんそれだけではね商品買ってもらえない可能性ありますよ。情報発信の内容がしょぼかったらね、この人はまあしょぼいから買わないっていうふうな可能性があるんで、もちろんその情報発信の内容もですね、すごく価値の高いものをする必要はあるんですけど、結局のところ人間がそのね商品を買う買わないっていうのは、最終的には好き嫌いで判断しているところが大きいんですよね。どんなに相手がですね成功している人であったとしても、なんかこの人嫌いだなとかっていうふうになったら、やっぱり商品で買われないんですよ。だからそういうところで人間性をね出して勝負するっていうのもすごく大事だし、どうやったら好きになってもらえるのかなとかっていうふうに考えることもすごく大切かなと思います。なので、まあ、ビジネスっていう括りで考えるとね分かりづらくなると思うんですけど、人間関係っていうところにこう、まあ、ちゃんこ落として考えてみると、人間関係でどういう時に自分は他人にね好感を持つのかとか、ね、信用するのかとかっていうところで考えると、それがこうビジネスに生きてきたりとかってするわけですね。結局ビジネスってまあ信用で成り立っているので、いかにこの信用を得るのかってことが大事だって、実績はそのための手段の一つでしかないということですね。だから逆に、まあ、さっきも言いましたけど、実績ができればじゃあお客さんに信用してもらえるかっていうと、そういうわけじゃない。もちろんそれでね信用してくれる人もいるんでしょうけど、僕みたいな人間の場合は全く信用してないんですね、そういうものは、うん、だからあこの人いっぱい結果出してんだなって言っても、まあ当然ね売り手側が自分に都合の悪い情報を出すわけないから、まあ、いいところだけ切り取って出してる可能性は高いんでね、それで信用するっていうのはもうちょっと、うん、そういう人も減ってきたんじゃないかなと思うんですね。お客さんのこうリテラシーも上がってきて、お客さんもだいぶ賢くなってきたから、昔はねそれで信用してた人も多かったかもしれないんですけど、今は、ね、どうせ嘘でしょとかね、どうせ桜でしょみたいな感じで、 Amazon のレビューとかもそうじゃないですか。もう半分近くね、特に Kindle なんか、一般人が書いた Kindle のレビューなんか半分近くおそらく桜だと思うんですよ、あんなの。だからそこを信用してね、あこれすごく価値のある本だなって思うかっていうと、まああんまりねこう普段ネット使わない人とか思うのかもしれないけど、分かる人には分かるんで、あこんなねまあ薄っぺらい本にこんな5つ星が何個もつくわけないなって分かるから、ってなると結局そのレビューって何の意味も持たないわけですね。なんで、単純にそういうね形だけの実績を作ればいいかっていうと、そういうわけじゃないと、別の方法で信用を得ることができれば、実績がなくてもですね商品を買ってもらうことができるってことなので、もし実績がなくて悩んでいる人はちょっと視点を変えてもらってですね、どうすれば信用を得られるのかってことをですね、考えてみると何かねいい方法が見つかるかもしれないので、ぜひ参考にしていただければと思います。